女性が一人いる。どうぞ。いつもバレンタインのせいにして、やったスタート。じゃあいろいろポージングください。一つ目こんな感じ、はいはい。では二つ目いただきます。はいはい、1、2、3。うん、画面見てる感じはします、うん、しますね。楽しかったです。なんか最初はまあ浜辺さんとも撮影違ったので、なんか一人で寂しいなと思ってたんですけど、なんかね、やってみるとそのこうちょっとリズムに乗りながら行ってたりとか、なんか意外とシュールななんかお芝居してて普通に笑いましたし、うん、楽しくやれたなっていう感じですね。有給ですね、確実に。ほぼかぶせ気味に。ゲームして漫画読んでみたいな、もう完全に俺じゃんみたいな感じだったんで、当てがきかなってちょっと思ったんですけど、まああれはやるでしょうね、僕もバレンタイン有給取って。やっぱ朝起きた瞬間はいろいろ考えるんですよ。なんかこの忙しくて何にもできてなかった掃除と か、 なんか結構溜まってる洗濯物とか、もう今日全部終わらそうとか朝起きた瞬間すっごい思うんですけど、結局ゲームと漫画しかやらないから、もう夜中まで気づいたらゲームと漫画で時間経って、あやばい何にもしてないみたいな感じになるんだろうなと思いますけどね。結構もうその食事とかそういったの結構忘れてもう夢中になっちゃう感じですか？そうですね、気づいたらもう時間経っちゃってるんで、ご飯食べるのも忘れちゃったりしますけどね。まあ今はね、配達で何でも届きますので、そういうのでご飯頼みながらゲームしてみたいな、ピンポン来たら一旦止めてみたいな生活になってますね。まあ有給でしょうね彼女ほど忙しい人もなかなかいないと思いますんでね、え彼女の有給がどんなものなのかちょっと気になりますけどね。もう昼間からお酒飲んでてほしいなどんな有給を過ごすのかちょっと気になりますけど、まあでも本当に休んでほしいです。はい、なんか僕がもう学生の時とかってあんまこう女子が男子にあげるみたいなのってそんなになくて、どっちかっていうともう友チョコみたいな感じで、なんか女子同士でこう自分で作ったものとかをこう交換し合ってみたいな感じだったんで、僕は結構もらいに行ってましたけどね、その女子たちから。もらいに行ってましたね、余ってるでしょっつってもらいに行ってましたね。もらえるんですか？なんか結構余ってるのいっぱいあったっぽいんで結構もらって食べてましたね。まあ何度かありますよ、それはもちろん。小学生ぐらいの時はもらったことは。でもやっぱ嬉しいですね、それもらうとね、当日になるとすごいそわそわしちゃうじゃないですか。机の中に入ってたらどうしようとか、帰りがバッグの中入ってたらどうしようとか、まあ、入ってるわけがないんですけど、やっぱそういうのこう想像してすごいこう悶々としちゃうんで、もうそういうのはもう一回もう
開き直って自分からもらいに行こうっていう感じでしたね。